オーシャーマンさん。ストランドバーグは軽いので、ストランドバーグばっか手に取ってしまいます。レスポール引かなくなっちゃいました。そう、レスポールめちゃくちゃ重いのね。本当に重い。最近はさ、あの、中くり抜いてるやつ結構あるけど、あれだったら軽いと思うんですけど、でもいかんせんレスポール引きづらいんだよね。カッタウェイだったら、あの、ハイフレットも引きやすいけど、うーん。 あと私形が好きじゃない。角張ってないと嫌だ。丸いの嫌だ。丸いの嫌なんですよ。私ギターで。持ちたくないんです。見てる分には、いい,いいんじゃないって思うけど、私は持ちたくないって思う。だから、PRS も買わないし、レスポールも買わないですね。もらったことあるけど、使わないですね。<laughs> 音は別に悪くないと思いますけど、でも私はあれ弾きたくないって思っちゃう。<laughs> 好みの問題ですね。はっきり言って。うん。はい。えー、お待たせしました。ちょっと電源ついてなくて申し訳ないんですけど、私がいつも使ってるのは、この、ズームの、えーと、マルチストンプっていう、 こんな、リバーブとか、ディレイとか、EQ がもしまあ必要だったら EQ つなげ、これで、これ一つで全部やっちゃってます。足元これと、あ、あとね、ワウペダルがあって、これ、エキゾチックっていうやつなんですけど、このワウね、 あの、なんか、中開けたら EQ もいじれるんですよ。だから好きな、あの、e、EQ にして、踏めるという、優れものです。割とちっちゃいんですよね。ちっちゃいとね、やっぱり、その、踏み込んだ時のこのランプがね、分かんなかったりするのよ。だからできれば、あの、きいワウペダルの方が、まあいいのかな、とは思いますね。 FK さん、ワブペダルを踏み込む姿にキュンです。キュンです <laughs> はいというわけで、こんな感じで、いつも使ってます。YT さん、弦のメーカーとか太さにこだわりはありますかあ、弦のメーカーはね、もう絶対エリクサーって決めてて、コーティング弦なんですよ、それが。だから、手入れがね、楽。私みたいにズボラな人間はね、 あの、コーティング弦の方がいいっすよ。<laughs> あとね、弦はあんまり変えてない人だから、基本。そんなしょっちゅう弦変えない人だから、エリクサー高いし。うん、だからそういうズボラな人には、こういう、あの、エリクサーが向いてんなとは思いますね。で、えっ、ー、と、ゲージなんですけど、ゲージは0942ですね。0942が、 自分の手に合ってるなっていう感じはしますね。10とかだとね、やっぱチョーキングがきつくなったりするんですよね。言うても普通は10使ってるから、それに慣れといた方が他人のギター触った時に、まあまあ弾けるかなっていう感じです。09だとね、やっぱその他人のギター弾いた時に、私原稿もベタベタなんで、 ちょっと、あのー、指を鳴らさないとね、全然弾けないです。本当に超下手くさになる <laughs>。やばいぐらい下手くさになる <laughs>。そうそうそう。今、使ってるゲームを発見したので持ってきました。じゃじゃん。エリクサー。ーエリクサーの4、0942ですね。これです。これを私は今使ってます。ナノウェーブです。 ポリウェブの方が多分もっと、あの、スルスル滑るやつですね。でも私は普通のやつにしてます。これでもまあまあ滑るかな。うんうん。って感じです。えっ、ー、と、私の弦はエリクサー。ー ピックはウルテムを使い出してから他のものがもう使えなくなりました。そうなんですよ。ウルテム使うとね、他のピック使えないんですよ。私が使っているピックはクレイトン、ウルテム素材のものですね。で、えっ、ー、と、太さ、太さサイズん ?0.72 と、あとは、いろいろここにあるんだよな。0.56。これは、 あの、ストロークだけの時、曲によってちょっと使い分けていて、0.56はもうストロークとかアコギとか、そういう時に使います。で、メタルとか速い時は、ピックがしなったらちょっとスピードが落ちるんで、0.80から0.94とか、そんな感じかな。うん。 曲によってやっぱりピックは使い分けますね。でも、これ一択です。クレイトンだけ。どんだけしか使ってない。これがね、一番倍音が出て、あの、心地よいサウンドを作ってくれるんですよ。さ <laughs> あ。私の顔みたいじゃないなんか <laughs>。輪郭似てね。<laughs> もうこれ一択です。で、ティアドロップは使いません。ほとんど。 おにぎりだとさ、どこでも弾けるんだよ。どこ持っても弾けるの。削れにくいしさ。ウルテムほんと削れにくいんで、消耗がね、ほとんどない。めっちゃいい。長持ち。なくさなければ。えぇ、YT さんこだわりですね。そうですね。なんかいろいろ試した、 感じで、今はこれが一番しっくりくるかなって思って10年ぐらい経ってます。<laughs>